御曹司ボーイズ最終章。はい、包丁置いて。お誕生日おめでとう。3人に話さなければならないことがある。最初から全部嘘だったなんて。私と勝負しましょう。君たちのことを待ってる。御曹司ボーイズ大変よくお似合いでございます。エプロンつけて料理されたりするんですか、普段お家で。しますよ。しますか、はい。得意料理は。得意料理、豚の生姜焼きかな。今日は楽しみにやってまいりました。もう最終回まであと2週となってしまって寂しいんですけど、最後までしっかりと番組を盛り上げられるように今日も一日精一杯頑張りたいと思います。何サンドイッチですか？BLT で、はい、はい、少々お待ち。180円でございます。追加で。画面が変わりましたらタッチお願いします。はい、ビューティーサンドイッチでございます。あとこちら麦のトマパンでございます。ありがとうございました。すごい楽しいです。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。一日店長いかがでしたか？すごい短時間だったんですけど楽しかったです。バイトしたいなって思いました。アルバイト経験はあるんですか？ないです。ない。じゃあ生まれて初めての。はい、すごい新鮮でした。私も日頃毎日カフェとかこう飲み物を買うときにすごい元気をもらってるので、いつも笑顔で、だからそのお姉さんたちのヒントを元にして今日はここに立たせてもらいました。いやすごい嬉しいです。私大学3年生なんですけど、大学に行っても男女問わずすごい見てくれてたりとか、あと昨日もバスに乗ってたんですよ。そしたら女子中学生が何人か乗ってきて、あ、御曹司ボーイズって言って私の顔を見て、でその後に主題歌のミセスグリーンアップルさんのラブミラブユーを歌ってて、すごい嬉しくなりました。こんなに普通に街を歩いててもこういうお声が聞けるのは本当にありがたいなって思ってます。あやさんブログでおばあ様もこちらの作品ご覧になってくださってる、はい、ハマってるとおっしゃってましたね。はい、ご家族も。家族で姉もすごいママとハマっちゃって、おばあちゃまでももう80歳近いんですけど、面白いわねって言って、毎週すごい楽しみに家族一同ハマってます。御曹司ボーイズに。長友さんもハマっていらっしゃったりするんですか？どうだろう。長友さんは多分今忙しいんで、オフシーズンになったらちゃんと見てくれるんだと思います。あ、見たって言ってた。あ、言ってました、ね、そうだ言ってました。なんかお姉ちゃんが DVD で見てたら隣から見てたって言ってました。だから多分ちゃんとは全部は見てないですけど、チラ見はしてたみたいです。でも面白いってポロッと言ってたよとは聞きました。